世界のみんなとハグしたい。桜葉ハグとあなたのハートに咲き誇る藤崎まや、せーの、メタシップです。テレビ朝日初メタバースアイドル、メタシップ。デビュー曲を引っ提げて VTuber のライブイベントに出演するなどアイドル活動も増え、メタバース六本木内にオープンした彼女たちと音声で会話できるメタシップの部屋はご覧の通り、たくさんの人たちで大にぎわいかに見えるんですが、彼女たちには大きな悩みが。 YouTube のチャンネルさ、登録者数さ、全然伸びなくね。頑張ってるよね。頑張ってるよね。歌ってみたの企画でめっちゃ練習してるわけ。そうだよね。ハグもゲーム配信頑張ってるじゃん。めっちゃ頑張って、毎週毎週さ、ゲームもうらーってさ苦手なホラーも一生懸命頑張ってるのにさ、ホラー苦手なんだ。そう、全然伸びなくね。そう、チャンネル登録者数は全然伸びない。このままではグループの存続にも関わる。というわけで、アイドルの大先輩をお呼びし、バズる秘訣を教えてもらう特別企画。今回の大先輩は、おはようございます。元乃木坂46の新内舞です。よろしくお願いします。元乃木坂46新内舞先輩、卒業後はバラエティ番組の MC やラジオパーソナリティ、雑誌モデルなどマルチに大活躍中。しかし、なんて言えばいいんですか。リアルとバーチャルを融合したロケに新内さん困惑。私しかいない感じですよね。いる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 、どこにいるよ。いるか。どこに向かって喋ってないんですか。そこの椅子に向かって喋っていただけたらいいかなと。どうやってメタシップの2人がバーチャルから飛び出してきているのかというと、今年発売されたモコピというモーションキャプチャーを使っているんです。頭、手首、足首などにセンサーをつければ現実の人間の動きがバーチャルのアバターに反映。ということで、メタシップの2人をリアルタイムで合成。中の人はカメラの枠の外にいてもらうという次世代なスタイルで撮影していきます。今日はでも教えたいことがあってきたんですよ。生徒だったよ、ハグたち。それでは新内先輩直伝、バズるアイドルになるための参加条をクイズ形式で出題。一つ目は、じゃじゃん、じゃじゃん、アイドルとして売れるためにまずはどんな人をファンにするべきでしょうか。どんな人世代ですか。なんでしょう、なんでしょう、どんな人。年齢層的に言うと若い人かなって思うかな。確かにそうだよね。なんかアイドル好きな人っていうのが若いイメージがあった。残念ですね。嘘、超自信あった。正解はですね、はい、スタッフさんです。私はその乃木坂46時代にその常に現場でファンを増やしてきなさいって言われてました。はい、もう本当に礼儀の部分として楽屋とかは綺麗に使って綺麗に帰る、もうなんかその台本とかも置いてあると思うんですけど、それとかもちゃんと揃えて端に寄せてとか、ゴミもちゃんと分別してで楽屋は綺麗に出るとか。さらにアイドルグループならではのこんな実践テクニックも。私たちだけかもしれないんですけど、やっぱ大人数のグループだとエレベーターとかの移動の時って占領しちゃうんですね。え、どうしてたんですか。そういう時とかってその相手も乗ってこれないじゃないですか、人が。だからそのエレベーターが開いた瞬間にみんなで本当に申し訳ない顔をしながら、すいませんってよく待たせてしまうので、すいません、次のでお願いしますという意味で、すごいそういうこととかもやってました。続いて、バズるアイドルになるために必要な参加条2つ目は、乃木坂46の冠バラエティに出演していた時、アイドルらしくないキャラをしっかり全うしていました。一体どんなキャラだったでしょうか。アイドルらしくない、はい、それはあの新内さんの自分の地のキャラと結構かけ離れてますか。最終的にこれが地のキャラなのかもしれないなみたいな。それなんて洗脳じゃないですか。どういうキャラだと思いました。私ハグお姉さんキャラ、しっかり者、嬉しい。正解はベテランキャラです。アイドルらしくないって
ってこと。そういうことか。でもなんか響きはいい気がします。そうなんですよ。ちゃんとあのそのババアって言われたりとかも。ババア、何ですか、何ですか。でもベテランキャラが生まれたきっかけじゃないんですけど、知りたい。バナナマンさんと一緒にあの、はい、バラエティ番組をやらせていただいてたんですけど、そのスタジオに入る前に前室って言われて、その出演者の方がちょっと休憩できるところがあるじゃないですか。バナナマンさんが打ち合わせをされてるんですね。あ、その打ち合わせをしてるところの前を通らなきゃいけないんですよ。そういう時って無言で通るのも違うし、でもその話を遮ってまで挨拶するのってどうなんだろうってなった結果、普通の子はですね、なんかあ、おはようございますみたいな感じでだったらしいんですよ。まあそうだよね、そうなんですよ。だけどなぜか私はおはようございますっていう感じ。かっこいい、かっこいい。なんか気づかなくてもいいですけど堂々と通ってしまっていたら、そのバナナマンさんに一人だけベテランみたいにあそこの前室の前通るよねって言われるようになって、そっから定着していったんです。だって今のオーラあったもんね。あった、気づいちゃうよね。おかしくみたいな。最初は正統派アイドルにこだわっていた新内さんですが、バナナマンからのいじりによっていわゆるババアキャラが浸透したそうで、何かアクションを起こせばバナナマンさんが全部包み込んでくれると思って、本当に、まあ、皆さんに言われてたんですけど、本当に失敗できる場所だと思って何でも挑戦してねって言ってくれてたんですよ。何かそう言ってくれる環境作りがいいよね。そうだね、そうなんですよ。失敗怖いもん、ハグ。それこそペコパさんと一緒にやられてるんですよね、うん、どういうさあの収録の雰囲気なんですか。なんかペコパのお二人なんかね、バナナマンの声のトーンはさ、うん、文句だよね。文句じゃないんだけど、全然文句じゃないんだけど、包んでくれないよね。そうですか。包んでくれないですよ。なんとかですよね。シンみたいな瞬間。基本的にはもう芸人さんにお任せしてれば、すべて包み込んでくれるので、ぜひぺこぱさんにも。怖がらずにぶつかってっていいんですね。だと思います。バズるアイドルになるために必要な参加条、ラストは、ある日とある大事件が起こり、そのことをラジオで話したところ、アイドルとしての手応えをつかみました、うんうん、一体どんな事件だったでしょうか。大事件。そうなんです。はい、はい、何か失礼なことされた時に、うんうん、それはあかんでしょうがってちゃんと教育した。ほぼなんていうんですか、当たり。正解はですね、油淋鶏ぶちまけ事件っていう。わからん。ライブの後って時間がなくそのまま東京に帰るっていうこととかが多かったので、その時にお弁当を作ってもらったんですね。その時のケータリングが油淋鶏で、もう慎重に袋に包んでトートバッグの奥の方に置いてたんですよ。でも新幹線のホームで気づいたんです。あ、お茶がないと。で買いに行こうと思って財布を探してたらなくって、マネージャーさんが良かれと思って、トートバッグに手を突っ込んだ瞬間に、あれよあれよという間に油淋鶏の袋をバッて取り出しちゃって、油淋鶏だらけのバッグになってしまったっていう、それをラジオで愚痴るっていう。そうなんですよ。ブチギレるとか愚痴るって良くないじゃないですか。なんですけど、やっぱファンの方はなんかそういう一面があったとか、その人間性をなんか垣間見れた気がして嬉しかったみたいな話をしていただいて、意外とこういうお話してもいいんだってなったんですよ。だから人間性をそれからさらけ出すのが怖くなくなったなって思いますね。ファンの人とかがこう減っちゃったりとかっていう心配はなかったですか。私はなかったですね、うん、そうなんだな。もしかしたら気づかないうちにその私の元を離れるファンもいたかもしれないですけど、それ以上に知ってくださるファンの方が多かったかなとは思いますね。やってみるっていうことも大事だと思います。うんうん、最後にアイドルの先輩としてどうしても伝えたいことがあるそうで。私が一番伝えたかったことはですね、はいはい、本当にチャンネル登録者数だけは皆さんお願いします。新内先輩ありがとうございました。デビュー曲メタメタオーライのミュージックビデオも公開中。みんなぜひチェックしてお友達におすすめしてね。チャン
ネル登録者数を増やすぞ。